よーい、スタート。監督の音です。子供時代に大人から言われたことっていうのをすごく染み込んでるんですけど、今考えてみたら、あれ違うんじゃないかな、違うんじゃないかって絶対違うんですけども、で当時からおかしいおかしいと思ってたんですけど、大人になっていろいろ考えてみると、あ、なんで大人ってあんなこと言ってたんだろうっていうふうなことがね、よくあるんですよ。例えば、一度始めたら最後までやりなさいとかって言いますよね。だから当時僕らの子供のところで言うと、習字教室とかそろばん教室とか、まあ、野球クラブとかなんかそういうもので通ったり、なんなりするんだけど、まあ、子供って秋っぽいからやめて結局行かなくなったり、サボって遊んで帰ってきたりってことがあってた時に、大人たちは、一度始めたことはね、最後までやりなさいっていう。でまあそれはそれで今の時代で聞いても、まあ、そうかもしれないなと思いますよね。でも今の時代、やっぱそうじゃないことが本当だと思うんです。例えば、一度決めたことだからって言って、この間大きな運動会、強行しましたよね。あれ、正しかったんですかね。この緊急事態宣言も、コロナ、感染で大変な時で、外国から選手呼んでオリンピックやっちゃう。一度始めたことだから最後までやり通しなさい。を、まあ、菅さんはやっちゃったんですよね。まあ、あれはもう本当何考えてんの、あれで感染増えましたし、つまり昔そういうふうに言われた、一度始めたら最後までやりなさいっていうことは、まあ、少なくとも今の時代違うことも多いってことですよね。で今もうないですけど、ソビエト連邦の、コルホーズとソフトーズとか、10年計画で農業とかやってましたよね。で最初にそれ間違っちゃうと10年間間違い続けるんですよね。で結局そのもう小麦がもう全然取れなくなって大変なことになったりっていうのが、あの時代、60年代70年代にソ連ではよくあってっていうのは、そこで本来であれば一度それをやめて、別のやり方しましょうとかいうふうにしていけばいいのに、それを一度決めたことだからっていうことで、一度始めたことだから最後までやり通すって言って、偉い目にあってたっていう。だからやっぱりこう一度始めたことであっても、あ、それは違うなとか、時代が変わっちゃうとかいうことがあったら、やっぱりそれ止める、やめる、方向を修正するってことが大事なのに、それをしないのがその言葉だと思うんです。リニアモーターカーもそうですよね。あれ僕らが子供の頃から実験しても何年ですか、もう50年以上やってるのに未だに走ってないし、まあ、ようやくいいところまで来て、トンネルに穴掘って、やろうとして、静岡県知事に反対されて、そっちの人がこう、また当選しちゃって、できなくなったりとか、もういい加減、もう無理なら止めればいいのに、あくまでも通していこうとする。原発もそうですね。もうこれだけ問題が出て、大変なこと分かってるのに、までやろうとする。まあ、あの場合は、最後までやり通すではなく、儲かるからやってるっていう側面がありますけれども。でもそんな風に、昔大人が言った言葉というのは、今の時代、通用しないことがたくさん出てきたなという。で、これどうでしょう。大人があの頃言っていた、そうそう、まあ、子供がね、赤ちゃんが生まれて、したら、この子どんな風に、どんな子になってほしいと思いますかとかって、まあ、よく聞かれたり言ったり、した時の話なんですけど、大概の、お母さんなんかが、誰もに好かれる子になってほしいですねとかって言ってたと思うんですよ。言ってたはずなんですよね。で、確かにそうですね。嫌われたり、いじめられたり、するよりもみんなに好かれるいい子になってほしい。でもですね、人に好かれるというのはどういうことかって言ったら、例えば、何かを頼まれた時に嫌だとかっていう子供っていうのは、だったらもう舞ちゃん嫌いとかっていうことになってしまったりしますよね。つまり、あれなんです。都合、まあ、言っちゃいいすぎな。何か頼まれた時、何でも笑顔で答えて、うん、分かった、私やってあげるよ、とかっていうふうに答えなきゃいけない。で、あるいは誰かが何かこう悪いことしてるのに、それダメだよ、とか言ったら、あいつ嫌なやつだな、とかっていう。それ間違ってることをしていてね、この池、柵を越えて池は入ってはいけませんっていうのを越えてる子、注意して、したとしても嫌われてしまう。好かれなくなっちゃうんですよね。正しいことを言ってもダメだし、無茶なことを言われても笑顔で答えなきゃいけない。
で、まあ、小学校の頃はみんな手を挙げて、はい、この答えが分かる人って先生が言って、はいとかやってましたけど、次第にみんな言わなくなっていきますよね。なぜかっていうと、そこで答えると、あいつ偉そうによとかっていうふうに、妬まれたりする、嫌われたりする。ってことは、同じようなことで言うと、例えば自分の意見を言う、俺はこう思うんだよなとか、やっぱこういうことが大切だと思うんだとかっていうと、そうとは限らないだろうとか、前例がないんだよとかって叩かれる。こういうふうに考えていくと、嫌われないため、つまり好かれるためですけどね、嫌われないためには自分の意見を言っちゃいけない、主張しちゃいけない、人を注意しちゃいけない、頼まれたことは嫌なことでも何でもしなきゃいけない。なんかすごい他人にとって都合のいいだけのいい人になっちゃってますよね。で、じゃあその母親たちはそんな都合のいい子、本当に、まあ言えば利用される人には注意しない、自分の意見も言わない、雨にも負けず風にも負けずみたいな、もうひたすら耐えるだけの、そういう子供に育ってほしいっていう意味だったのかなと思う。そんな子大変じゃんっていうね。やっぱり自分のやっぱ意見を言い、正しいことは正しいと言い、ダメなことはダメだっていうことがやっぱり大切なのに、そういうことをしちゃいけないって言ってるのと同じなんですよ。みんなに好かれるということは、というふうに考えていて、でもじゃあなんでそんなこと言い出したんだろうっていうふうに考えて、まあ僕が子供の頃ですから、昭和30年代40年代ですけど、考えてみると分かってきたのは、村社会ルールと同じだと思うんですよね。つまり狭い村の中で限られた人たちと仲良くやっていかなきゃいけない。で、昔は農業中心ですから、田植えや稲刈りの時に手伝ってもらわなきゃいけないこともあるかもしれないし、一人一人勝手なことができない。だから嫌なことがあっても我慢する、みんなと協調する、で派手なことはしない、人と、違うことはしない、昔ながらの伝統を踏まえたことをする。で、そうしないとなんかあいつおかしいよなとかいうことで、村八分されたり嫌われたりする。だからそういうのを避けるために、みんなもう表面的にもいい人を演じてみたいなことが、どうしてもこう、島国、そういう村の中の社会っていうのはそういうことが必要になってきて、すごい閉鎖的な内輪の、ソサイティになってしまいますね。で、それがやっぱり日本ってずーっとそういうのがあって、で、いまだに僕はもう本当そういう中で長く暮らしたことないのでわからなかったんですけれども、やっぱ撮影であっちこっち行ったりすると、例えば問題があることをする人がいても見て見ぬふりをするとか、後々揉めても10年20年親子3代にわたってね、いがみ合うことにもなるので、そういうのを知らないふりをする、見ないふりをする、注意はしないっていうふうなことがやっぱりね、とってもよく見かけたんですね。っていうのはやっぱりその小さな、社会で生きていくための、まあ、知恵ではあるんですけれども、でそれがやはり日本人の、村社会ルールというふうな、誰も教えてくれないんだけれども、多くの人がそれを学んで実践していく、そういう性格、性質って言いますか、習慣が生まれ引き継いでると思うんですよね。そう考えた時に、さっき の母親が言う誰もに好かれる子供になってほしいっていうのは、まさにその村社会ルールで生きていくためにぴったりのっていうか、もうそれにも模範的な素晴らしい子供なんですよね。つまりさっき言ったように、意見を言わない、人を注意しない、揉めない、新しいことをしないっていう、そしたら嫌われないんですよ。で、嫌われない、つまり好かれる子になるっていうよりも嫌われない子になるっていうふうに考えれば、もうドンピシャそれなんですよね。あ、だから結局その誰もに好かれる子っていうことっていうのは、そういうふうにみんなと仲良く、嫌なことがあっても我慢し、なんか、まあ、すごくひどいやつがいても見て見ぬふりをし、そういうふうな大人になってほしいっていう願い。でもそういう子がそういうふうにすると、そういう狭い村の社会でも生きていける、揉めずにやっていけるっていう知恵なんだろうなと思うんですね。で、ただやはりこの現代社会、特に都会に行くと、もうそういう、隣近所と付き合わなくても生きていける、社会、世界ですから、もうそれこそアメリカなんても自己主張の塊みたいな人たちがたくさんいて、その中で、顔色見ながら見て見ぬふりをするとか、自分の意見を言わないっていう日本が、
やっぱり取り残されていくのもとってもよくわかるなと思って。だから日本では意見を言う人嫌われる、あの主義主張がある人っていうのはなんか鬱陶しがられてるけど、アメリカは自分の意見を持たないやつはバカだ、あいつは何も考えてないんだってことになっちゃいますから。でそういう国とも付き合っていかなきゃいけないときに、その昔の村社会ルールに縛られた、誰に嫌われ誰もに好かれる子供になってほしいの、そんな子供になっちゃダメなんですよ。でもっと言うと、僕も映画界で仕事していて思うんですけれども、誰もに好かれる必要はないんです。一部自分のことを分かってくれる仲間や、そういう支持者がいて、こっちに逆に嫌われる人たちがいる場合は、逆に応援してくれる人たちもその何倍もいるんですよ。で誰にも嫌われない人っていうのは誰にも好かれないし誰にも応援されないっていう。だから嫌われることを恐れちゃいけない、好かれるために自分を偽っちゃいけないっていうことがね、今の時代大切なんじゃないかなと、みたいなことをちょっと考えたりしてます。またこんな話しますね。